こんにちは、レイセンです。今日は7月24日土曜日になります。実験生活1196日目、不老不死週2絶食5日目と代替果物とドリンクで生活実験12日目です。天気は晴れ、現在時刻は午前10時です。今日は買い出しちょっと行ってきます。で、まあ補充ですね。有機豆乳とか、グリーンスムージーとか、ブルーベリーとか、水の補充と、あとまあ間食でなんか買ってきます。で、豆腐とか、あとまあ饅頭系も少しね、買ってくる予定です。で、まあ3時になったら、幽体離脱の訓練ですね。6時ぐらいまでやって、あとは翌朝ですね。翌朝にも、まあ、ジョギング行ってきます。トヤミックスは、まあ、1、2杯ですね。取って。あと、今日はちょっとコレイチ1パック買ってこようと思ってます。うん。で、もう今後ね、甘いもの、砂糖の使ったね、砂糖を使った甘いものを、まあ、減らして、で、代わりにコレイチとかね、砂糖の入ってないものに置き換えていくんで。あとまあレタスがこの間ね、前回3日前に買ったやつがあるもんで、あのレタスとかでサラダをね1回だけ作る予定です。あの大皿にね盛り付けてね、そしたら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。口当たりメラク有機豆乳を300、なるべく早めに買い出しを行ってこようかな。で、グリーンスムージーを200、最初にちょっとサラダ一杯だけ作って、でそれから買い出しですねできます。で、ターメリックを 2g、で、ブラックペッパーを 1g、 20回ですね。あと水、これ入れていきます。ながらの名水を300、まあ、食べるかちょっとわかんないけど、これね、大根の黒酢漬け、もしかしたらね少し取るかもしれない。そしたらちょっとまあゆっくりしたらサラダですね作っていきます。はい、今作ってきました。レタス5枚とトマト塩1個とピーマン2個ですね。で、ここにケチャップ、デルモンデのケチャップと献立いろいろ味噌、まあ適当にこの間と同じような感じで、こんな感じですね。したら取ってきます。今帰ってきました。買ったもの、まあ、有機豆乳ね、これ5本と、あとですね、ブルーベリーこれ4つと、グリーンスムージーですねを3本、これ1、これ1本で、くるみ黒糖を2袋ですね。あと、桜餅ですね。1パック。現在、両面見てなかったけど、あ、
コチニヒルとか入ってる。コチニヒル入ってるな。原材料名コシアン、もち米、砂糖、桜の葉、食塩、トレハロース、ソルビトール、着色料コチニール、グリシン、ペーハー調整剤。ペーハー調整剤も入っとるな。勢いで買っちゃったけど。うん、コチニールってあの貝殻虫だったっけの、まあ、色素っていうか、うん、完全やばいやつだね。で、あと不満汁ですね。不満汁2パック、うん、これいい感じですね、うん、あと八つ橋、生八つ橋1枚、これは前買ってますね。で、きな粉ですね。きな粉餅、これ1パック、まあ、安くなってたんで、これ初めてだね。原材料名コシアン、砂糖、もち粉、きな粉、水あめ、ソルビトール、加工でんぷん、酵素、大豆由来って書いてある。まあ酵素だけちょっと怖いけど、うん、まあ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 ですね。うん、コチニールだけちょっとな、うん、でも桜餅か、桜餅ってずいぶん食べてないけどな。うん、あ、魂良くないっていうな、桜餅。これちょっとやめとこうかな、うん、桜餅はやめる、うん、まあいいや。で、これ百景芋、百景芋、まあ焼き芋だよね。焼き芋の冷やしたタイプ。原材料名はさつまいも、茨城県産シルクスイートってやつですね。製造者は株式会社アイズ、名古屋ですね。あと菊水、これあのお供え用ですね。神棚お供え用、ちょっと値段安くなってて、うん、これ買いだろうと思ってさ、うん、まだ1日じゃないけど一応買ってきた。まあ、1日は1日で別に買ってくるけど。で、木綿豆腐ですね。そんなところです。桜餅だけちょっともったいなかったけどな。まあ、いっか。うん。ちょっと勢いでね、勢いで買っちゃったけど。まあ、いいや。うん。こんだけ取っていきます。まあ、とりあえず芋からだね。うん。この辺、不満汁とか八つ足とかきなこ餅とか甘いやつから、うん、で、まあこれ以上もね、順次取って飲んでいくんでね。で、次入れていきます。これ1、ね、久しぶりだけど、うん、これ500、まあ今日中に1リットルは飲んじゃう予定です。もう原液で丸々500度ね、うん、あと水、ながらの名水を300、うん、したら取っていきます。これ豆腐ですね。木綿豆腐 450g、うん、で使うのはこれ発泡だしです。したら取ってきます。次入れていきます。これ1ですね。あと残り500、うん、もうお腹いっぱいだけど、うん、したら取ってきます。
ちょっと水入れていきます。ながら飲みやすい。お、300。もう寝るけどね。これ1リットルはちょっとくどいな、あれ。くどすぎだな。きついわ。あと、レタスがな、ちょこっと残ってんだよな。食べちゃおっかな。どうしようかな。魂はやめておいた方がいいみたいな感じ。まあ、寝ます。したらおやすみなさい。おはようございます。今日はちょっと走る気しないんで、まあ、ジョギングなしですね。朝の一杯入れていきます。雪豆乳を300。グリーンスムージーを200。ターメリックを 2g。 ブラックペッパーを 1g。 そしたら取っていきます。今9時ですね。そしたら計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、73.5 ですね。血圧116-71です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間6時間半ほどとっています。午後11時から翌日午前2時までの3時間と、翌日午前2時半から6時までの3時間半、合わせて6時間半です。まあ大体なんだけどね、この2時半からとかいうのもちょっとわかんないんだわ。いつ寝始めたかわかんないんでね。また動画の編集中に確認します。ジョギングはなし。あ、髭剃ってない。まあいいか。ジョギングなしですね。ウェイトトレーニングもなしです。今日はね、なんか行く気しなかったね、朝起きた時。日中の室内温度、午前9時50分頃計測で33度、湿度は 47% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日はゼロです。ヨーグルトは取ってないですね。有機豆乳は600、グリーンスムージーは400、水はながらの名水で900で、あとコレイチを1000ミリですね、取っています。合計が2900ミリリットル、水900のため実質は2000ミリになります。まあコレイチがでかいってとこですね。で、これプラス固形物、今日はサラダですね、はレタス5枚、トマト小1個、ピーマン2個で、焼き芋を1本、まあ1パックって言ってもいいかな。で、生八つ橋1パック18枚入り、不満汁2パックで4個、きなこ餅1パック6個、木綿豆腐 450g、 あとくるみ黒糖 60g ってところです。多いね。
甘いもんが特に多いね。あと漢方が大根の黒酢漬け少しで、香辛料はターメリック 4g とブラックペッパー 2g です。尿回数6回出てて、濃さかなり薄め、あと普通に薄い、量は平均的な量でした。大便が今日2回出てます。1回目午後1時20分頃、色黒色、中小の粒で9粒プラス太バナナ状15センチプラス細バナナ状5センチ、かなり固めで匂いは少しありってところです。で、2回目は翌日午前7時10分頃、同じく色黒色、太バナナ状10センチプラス中太バナナ状10センチ、平均的な硬さで匂いはなしってところです。まあね、最初のやつは、まあ普通のよく出てくるちっちゃな粒だね。まあ中粒と小粒、中粒がほんの少しかな。1、2回出て、あと小粒ですね。ぽっちょん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 出てきて、で、まあ最後の方だね。最後、一番ラストに太バナナと細バナナが出てるんだけど、これね、便意がね、なんかね、いまいち、なんか便意らしい便意じゃなかったっていうのかな。いつもはね、大便が出るときって、もっとちゃんとした便意が、大便の便意が来るんだけど、今日はね、なかったんだよ。なかったっていうか、もうかすかにね、わずかになんか便意が来たもんで、あ、このタイミングで出さないとまずいなと思って。で、これね、焼き芋を食べた後だったんだよね。焼き芋食べたら出るだろうと思ってたんだけど、便意があんまねしっかり出てこなかったんだよね。だけどもう無理やり出したっていうか、踏ん張ってねかなり踏ん張ってね無理やり出したってとこですね。なので、まあ、かなり硬かったっていう、まあこういう粒状のやつが出るときは固めなんだけどさ、最後の太バナナとかもね、なんか、出が悪かったっていうか、で、全部出た感じじゃなかったんだよね。この1回目の時でね。なんか、3分の1ぐらいしか出てないんじゃないかな、みたいな、そんな感じだったんだわ。お腹の中に入ってるね、便のね、3分の1ぐらい。なんかね、きちんと全部出たっていう感じがなかったんだよね。なんかね、いまいちだなっていう。なので、便意もなんかいまいちだったし、あと便出した時もなんかいまいちだったっていうか、少なくとも快便ではなかったってとこですね。で、2回目はまあ朝出てるんだけど、これもまあわずかにね、わずかになんか便意が来たもんで、それでまあ出したんだけどさ、なんかこれもね、快便って感じじゃなかったんだよね。昨日出てなかった残り分にしてはなんか少ないしな、なんとも言えないなってとこですけどね。でも4日間だっけな、 1,2,3,4 4日間出てなかったから、4日間分で、あと今日の分だね、今日の分も入れたら5日分だもんな。5日、あ、今日はまあ関係ないか、4日分にしてはなんか量が少ない気がするんだよな今日って。まだなんかきちんと全部出てないって感じですね。で、おならはたまにありで匂いはなしです。今日おなら少なかったですね。で、今日の計測時刻は午前9時頃です。同じ時間に測ってます。で、体重 64.20kg、 昨日に比べて 1.85kg の増加です。なので今日体重めっちゃ増えてますね。 2kg 弱ぐらい増えてますね。で、BMI 20.3 でプラス 0.6、 体脂肪率は 14.5% で 1.6% の増加です。なんで体重も体脂肪率もドカーンと上がってんだよ今日。体脂肪率 1.6% ってすごいよねまあでもおかげで BMI が 20.3 まで上がった。これでまた2日ぐらいね絶食しても大丈夫だ。血圧116-71、最高血圧プラス11、最低血圧プラス5なんで、血圧も上がってますね。これまあいつも通りだね。だいたいいつも食べる初日の日でね、116、まあ120弱ぐらいまで上がるんでね。で、脈拍63でマイナス8、ウエスト 73.5cm で 2.5cm の増加です。まあ2キロぐらい増えてるんで、2.5cm 増加は妥当なところでしょう。で、今日の気づき。まずね、甘いもの、今日めっちゃ甘いもの多かったんだけどね、甘いもの取るとやっぱね、尿だね。尿がね、少し濁るっていうのかな。なんか乳白が少し入った感じっていうのかな。
なんかちょっと濁った感じのね尿になるんだよね、小便っていうか。あれなんか気味が悪いな。なんか透明性がないっていうか、少しね、少しだけね。タンパク質かなあれ。とにかくね、なんか甘いものを食べた時だね、こういう甘いもの、特にあの餅系とか饅頭系だな。なんかあんことかかな、あんことか、あるいはまああのお餅だね、もち粉を使ったお餅っていうのかな。タンパク質か、まあ糖質は関係してると思うんだけどさ。でもああいう餅系じゃない甘いものを取った時ってそんな出てなかった気したけどな。濁った感じね。まあちょっと要注意かなってとこですね。まあ私の場合はね、でもあの3日に一遍だからね食べるのね。あと2日ね、明日はブルーベリーとドリンクだけだし、明後日はドリンクだけなんでね。まあだからまあそこでね回復するもんでまだマシかもしれんけど、今日みたいな食事を毎日とってたらこれすぐ現代病になっちゃうね。間違いなくすぐだね。やばいと思う。なので取りすぎなんだよな、甘いもん。だけどね、こんだけ甘いもん食べれるとね、まあ、ガス抜きとしては最高だね。もう十分って感じだね。あとね、まあ、サラダだね。今日レタス5枚、トマト、もう小さいの1個とピーマン2個取ってるんだけど、やっぱサラダ取るとね、性欲出てくるな。性欲が。間違いない。あと、まあ、これ1も影響してると思う。なんであんまやっぱ取らない方がいいなと思った。少なくともサラダだね、生野菜だね、は取らない方がいいと思った。っていうかこの間だね、この間3日前の時にまあ野菜久しぶりにねサラダ食べたんだけど、あれから調子悪くなってんだよね。あれからの便もなんか出方が悪くなったっていうか、で今日もなんか便意がおかしかったし、なんか便の出がすごく悪くなったんだよね。野菜を取るようになってからだよ。おかしいよね。だって今までは全然問題なかったもんね。野菜以外の豆腐とかね、厚揚げとかさ、あとまあ甘いものもそうだけど、まあ、そういうの取ってた頃は全然問題なかったわけだ。でもこの間だよ、この間3日前だよ、3日前に野菜を取り始めてから急に調子悪くなったよね。これ明らかになんかあるでしょねえ。野菜取ると腸環境悪くなるっていうね。だから多分農薬だよあれ。野菜の中にっていうか野菜にも付着してる農薬が腸環境悪くして、でもう便意とかね、もうくちゃくちゃになっちゃうわけだ。でもやっぱ野菜は取らない方がいいなと思った。まあ性欲が出てくるっていうのもあるしな。あとね、まんじゅうでね、まあ今日で言ったらね、きなこ餅えまんじゅう、まあきなこ餅だな、きなこ餅1パック6個入りのやつだね。あれがね、味的にはおはぎだね。おはぎなんだよ。味的にはまさにおはぎって感じだった。ただおはぎってもうちょっと米の粒々感っていうのかなが残ってるじゃんね、おはぎって。あれがもう完全に残ってなくて餅状になってるっていうのかな。生地っていうか、餅の部分だね、もち米使った部分っていうのかな。あれがもう完全に餅状態なんだよね。に変わったお菓子っていうのかな、だったんだけど、きなこ餅食べてからね、なんかね体が重いっていうか、なんかしんどいっていうか、まあしんどいって言うほどしんどいわけじゃないんだけど、なんかちょっとズンとした感じがあるんだよね。なんか寿命を削られた感じっていうのかな。そんな感じ。な体にすっごい負担になってるっていう感じですね、があるんだわ。やっぱね、いろんなものを絶食してね、いろんなものを食べてるとね分かってくるんだよ。
これ体に悪いっていうか体に重いなっていうの、負担がかかってるなっていうのと、そうじゃないのがねよくわかる。ブルーベリーはね負担がもかかってないんだよ。でまあドリンクものだわな、ヨーグルトとかな、トヤミックスとかな、ああいうのも負担かかってないんだけど、あとまあ柑橘類だね、柑橘類もまあ負担かかってないんだけど、この餅系だな、餅系のお菓子はねすっごい負担かかるね体に。消化が難しいのかもしれないなあれ。なんか本当寿命をね削られてるっていう感じがする、すごいするんだわ、体がズンとなるんだよね、しんどくなるっていうか、あこれ食べ続けたらやばいなって思った。まあ美味しいんだけどさ、ただまあでもなーっていうとこですね。で、あの不満汁はねまだいいんだよ。不満汁ももち粉を使ってんだけどさ、もち粉っていうかもち米の粉っていう粉末っていうのかな、もち粉を使ってんだけど、でもねなんかそこまで負担があんまないっていうか、あと美味しい、めっちゃ美味しいんだよ。あれはまだねありかな、でも乳化剤入ってるけどね、でまあでもまだマシっていうか、でほんとねもち米をたくさん使ったやつとかね、あんま良くないね、ほんと餅系のお菓子はね良くないと思った、あんまやめた方がいいなと思った。まあそんなところです。まあ、今日で言えば焼き芋はまあ食べた時、他のその餅系の饅頭とかに比べたら格段にいいんだけど、まあほいでも体が喜んでる感じはしないですね。まあいらないかなって感じだった。食べてみてね、体がなんかね欲しがってる、喜んでる、そういう感じがあればね、まあ買ってもいいかなと思うけど、あれ1パック、まあ1本だな、焼き芋1本400円以上するからね。400円以上するんだよ。ちょっと高いよね。高すぎるね。300円で、まあ、ギリギリ買うかな、みたいなところ。400円超えてきたら、ちょっときついなって感じですね。味は悪くないんだけど、でも、体に入れた感じ、そんなにいいとも言えないんでね。なんか、喜ぶ感じがないもんで、まあちょっと今後あんま買わないかな。まあ今回はね全然便が出てこなかったもんでやめて買ってみたんだけど、まあ安くなってたら、お勤め品で安くなってたらちょっと買うかもしれないけど、まあ、そうじゃない限りは買わないかなってとこですね。で生八つ橋、あれまあ酵素入ってるんであんま良くなかったんだけど、安くなってたんでね、で味はやっぱり美味しい美味しい、普通に美味しい生八つ橋美味しいんだわ。であと木綿豆腐はまあいつも通りですね、まあ普通に安定して美味しかった。でくるみ黒糖はまあやっぱあるとね、あるといいなとは思うけどね、まあなくてもいいかなってとこです。この辺で削れるって言ったら、どうだろうな、まあ少なくともきなこ餅はもう買わないかなってとこですね。不満十はまたちょっと買いたいな。八つ橋もまた買っちゃう可能性あるな。焼き芋はまあ当分ちょっと買わないかなってとこですね。くるみ黒糖は、まあ、あってもなくてもいいけど、あったらあったで嬉しいかなみたいな感じなんでね。ここは買ってくる可能性があるかなってとこですね。やっぱちょっと饅頭系ってかね、生菓子っていうのかな。は、まだちょっと買っちゃいそうですね。まだちょっと買っちゃいそう。でも、まあ減らしてね、いく。今日でも少し減らせてるよね。この間よりちょっと少ない気がするんだけどな。ね。焼き芋に置き換えてるし、ね。昨日じゃないわ。前回3日前よりはね。3日前よりは、だいぶ、まあ減らせてるかなと思ってます。あとまあコレイチも取ってるんでね、コレイチがね結構きつかったね、結構きつかったって言ったら言い過ぎなんだけど、やっぱエネルギーが強すぎるっていうのかな、ちょっと舌がジカジカする感じもあるし、なんか濃すぎるっていうのかな、
栄養価が高すぎて逆にちょっとしんどいみたいなそんなところがありますね。まあ、これ一ちょっと今後はなしで、もうちょっとあの優しめの野菜ジュースですね。優しめでちょっと甘めの野菜ジュースをまあ見繕ってこようかなと思っています。まあ、とにかくね、あの饅頭系のお菓子を減らしていきたいもんで、置き換えれるもの、ね、に移し替えるって形で、なので野菜ジュースをまあね買ってくればその分甘いもん買わなくて済むもんで、まあ、そういう風に置き換えていこうかなと思っています。うん、体重体脂肪率はある程度回復させたいもんで、でもなんかはまあね取りたいわけだ。まあ、ガス抜きという面においてもね、なんか取る必要あるもんで、どれを取ったらいいのかっていうね、で体に負担にならないもので体重体脂肪率が上がるものですね、まあ、この辺でやっていったら大丈夫そうだっていうところを見極めたい。でまあ少なくともああいう生菓子だねはそこには入ってこないっていうか、やめていかなきゃダメなものっていうのかな、うん、体に負担になって、まあ、老化する方に傾くものっていうのかな、あと頭悪くしたりするものっていうのかな。なんでね、まあ砂糖の入ったものはとにかく減らしていって、で置き換えていくっていうとこですね。うん、あんましんどくない野菜ジュースに置き換えていく。ただ野菜ジュースもね、野菜生活100とかはね甘ったるすぎてね、あれ逆に精神に悪いんだよ。うん、低血糖症が出るもんで、ああいうのもダメなんだよね。なんで、なんていうのかな、甘すぎない適度な優しめのね、野菜ジュースに置き換える必要があるなって思ってるとこです。うん、そんだけだね。だ野菜も使えないし、まあ、あんま砂糖の入ったものもね、食べれない。うん、あとはまあ果物ですね、柑橘類、うん、バンカンがね結構調子良かったね。体に入れた時に、まあ、体がまあちょっといいっていうか、うん、まあそこまで喜ぶ感じはないんだけど、まだ結構いいっていうか、あこれならいいっていうのかな、体がこれならいいって言ってるような感じがするから。枝豆もね結構良かったんだよ、体に入れた時にね、うん、あの茶豆だね、茶豆もね台湾産の茶豆だったかな、体に入れた時にね、あ体が結構喜んでたんだよね、あこれならいいのかなと思ったんだけど、なぜかね魂がねいいって言わないんだよね枝豆は。枝豆だったらね体重もある程度上がってくれると思うし、うん、ただ塩はあの自然塩じゃないと思うから、そこだけマイナスだけど、うん、体に入れた時に割といいもんで、うん、枝豆使えるんならその方がいいなと思うんだけどさ、なんかね魂がいいって言わないんだよね、なんかあると思うんだけどね理由がね、うん、今はダメで、まあゆくゆくね、ゆくゆく OK になるかもしれないけどさ、そういうのがあるんだよ。ずっとダメってわけじゃなくって、今は取らない方がいいっていうパターンでダメって言ってる時もあるからね、魂はね。まあ少なくとも枝豆は体に入れた時になんかいい感じもあったんで、そこまで悪いもんじゃないと思うけどね。ただ今は少なくとも魂ダメって言ってるから、で、買ってない。枝豆は買ってないですね。まあそんなところかな。本当ね、体が喜んでて、あこれだって思えるような食事だねを今探してるとこですね。うん、体重体脂肪率を回復させるためにねあとガス抜きもまあ入れてね、うん、砂糖がな中毒になるし、とにかく体に悪いんでね、早いとこやめた方がいいんだけどね、まだ欲しいんだよね。うん、まあそんな感じです。明日はブルーベリーとあとトヤミックスを3杯で日中から寝るまでやって、で翌朝に1杯ですね、で計4杯トヤミックス4杯でやっていきます。まあとりあえずそのパターンかな、うん、トヤミックス計4杯でジョギングありですね。まあこれでちょっとやってみる、しばらくね、
しばらく様子見て、で、まあ、慣れてきたらまた減らしていくけどね。減らしていかないとやっぱ若返っていかないな。間違いなくな。ただね、今日中結構、なんか、神経、精神使うっていうかな。なんか疲れてる感じがあるもんで、YouTube の見すぎでね。YouTube のニュースの見すぎで疲れてる感じがあるんでね。あれがなかったら若返っていくかもしれないんだよね。前も、まあ、ゲームとかやってた時だね。やってた時で、もう全然ストレスがない時だね。日中に全然ストレスがない時に、まあ、いい感じに若返ってたんだけど。ストレスがね、やっぱちょっとでもあるとね、若返りが極端に悪くなるんだよね。多分ね、でかいと思うんだよ、ストレス。ニュースをもう見ないっていうのが一番なんだけどね。でもね、見ないわけにいかないよね、今の世界情勢ね。どうしようかなってね。瞑想でなんかすごくいい状態をね、維持し続けられるっていうね、そこに持っていけたら一番いいなと思うんだけどね。そしたらもう丸一日ね、ずっといい状態、まあストレスがかからない状態が続くわけだ。そしたら翌日の朝ね、若返ってるっていう可能性はあるし。あと睡眠の質だよね。今もね、なんかいい感じに爆睡できるっていう上でないもんで、その辺もあるかなっていうところですね。爆睡できてストレスも一切かからない状態で 1.5 リッター絶食できれば若返ると思うんだよね。だけどなかなかそこに持っていくのが大変。ストレス全くかからない状態ってもう完全に丸一日もう瞑想してるしかないみたいな。それも大変なんだよね。大変すぎる。30分ぐらいだったらね、まあいいんだけど。まあ、長くても1時間ぐらいだろうな。ゲームがまあね、ある程度いいっちゃいいんだけどさ、ゲームもゲームでゲーム疲れを起こしたりするんでね、正直なって感じですね。なんか突破口が欲しい。って思ってます。あと、睡眠だよね。睡眠、爆睡するためにね、どうしようかな。なんか、必要だと思うんだよね、爆睡するために。だから寝る前にちょっと運動して風呂入って寝るとか、なんか必要かなと思ってるんだけどね。あんま今運動するのもね、絶食中に運動はちょっときついんだよね。ちょっとまあ朝のジョギングだけだな。あれだけはまあなんとか死守したいなと思ってるけど、それにプラスして夜にもな、ウエイトトレーニングやるとかきついんだよな。どうするかなって感じですね。爆睡するためにね。爆睡しなきゃ若返りしないと思う。爆睡するためになんか必要だなってところです。で、前、その若返った時って別に運動とかしてないんだよね。寝る前にね。ただゲームやって、で、ちょっと眠くなってきたら、もう本当布団入っただけっていうね。それで普通に寝れてたからね。まあ今、ユータリダスの方もやってるんでね。まあその影響で、まあ眠りが浅くなってきてるかなっていうのはあるかもしれないですね。で、今日は、まあユータリダスの訓練やったはやったけど、その進展ないね。やっぱお腹にね、割と入ってるとね、うまくいかない。今日もまあ言うたりやつ午後3時だね。3時の時点であんまたくさん入れないようにはしたんだけど、したんだけどね。ほいでもね、やっぱ調子悪いな。やっぱ絶食だな。絶食してた方が調子がいい。もう圧倒的だね。圧倒的。瞑想もそうだけど、やっぱ絶食してないとね、本当ね、進歩がないっていうか、効果が限りなく薄いっていうか、全然進まないって感じですね。なので、もう食べる日は、この、だから、2-1絶食法の1日目だね。1日目、食べる日の1日目は、もうほとんど、幽体離脱の方はできないな。あと、瞑想の方もできない。で、明日からだね。明日の、まあ、ブルーベリーとね、ドリンクでやる日は、まだやれるんだけどね。
で、その次の日の絶食の日もやれるんだけどね。やっぱね、お腹に入ってるともうダメだなって感じですね。うん。うん、まあ、瞑想という体質、ね、やるにはね。まあ、そんなところです。うん、ただ、まあ、体重体脂肪率はね、ある程度回復させないとね、持続ができないからね。うん、どん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 落ちていったらあかんもんで、そうするとまたね、戻すのが大変だからね。また大変なんでね。だから、まあ、落ちたらね、落ちたら回復させて、落ちたらまた回復させてっていうのが、まあ、どうしても必要なんでね。まあ、そこの試行錯誤ですね、うん、体が喜んで負担もなくって、で体重体脂肪率は上がるっていうところを、まあ、見つけていきたいっていうところです、うん、そしたら実験生活1196日目完了です。それではまた明日。